韓国のムンジエイン大統領と米国のドナルド・トランプ大統領が30日から12月1日、アルゼンチンブエノスアイレスで開かれる主要20カ国首脳会議期間に首脳会談を開催、こ着状態に置かれている米朝首脳会談の打開を試みる。米韓両国は同期間、首脳会談を開くことにし、日付や時間、 場所など具体的な事項を協議中だ。アルゼンチンで開催される米韓首脳会談はムン大統領就任後、6回目の米韓首脳会談で、事実上、今年最後の米韓首脳会談となる可能性が大きく、その結果が注目される。青瓦大のユンヨンチャン国民疎通主席は28日午前、 チェコプラハのホテルに設けられたプレスセンターで会見を通じてこのように明かした。ユン主席はメディア発表文を通じて、今回の首脳会談で韓米両国の首脳は朝鮮半島の完全なる比較化と恒久的な平和定着など朝鮮半島平和プロセスを推進していく上で、協力法案や韓米同盟強化と関連した協力案などについて、 重点的に論議する予定だと明らかにした。時間と場所など具体的な事項は協議中であり、確定し次第発表するという主席は付け加えた。